はい、お待たせしました。フリースタイルバスケットボールバトル伊達無双仙台東北仙台初開催でございます。ついに決勝まで来ました。決勝見たいですか？見たいですか？見たい。よしよ、いいよ。もう瞬き禁止ね。瞬き禁止。もうちょっと見ないよ。瞬き禁止ね。いいですか？じゃあ行きましょう。まずはこの人、レペゼン東京ノックデザイナーも合わせ、二足のわらじ踏みしたいと思いますデザイナーの一面もあります。もう一方、もう順当安定に勝ち上がってきました、神風ノックじゃあちょっとあの決勝のお二方にインタビューします。なんでだよ。なんかこのバトルの何か、本当に初めての開催ということで、モリが東北の市を盛り上げてくれる。決勝でも間違いないフリースタイルを見せてくれるでしょう。次行ってみましょう。神風ノック初めて仙台来たんですけど、すげえ暖かくて、フリースタイルのためにさっきお弁当も20個ぐらい、ね、出店からいただいたんで本当ありがとうございます。で僕の東京からの、ね、住んでる仙台住んでる仲間を見に来てくれて本当最高です。最後まで楽しんでいきたいんで応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですか、お二方準備は。決勝、なんかいつもなんか決勝で見てるような、そんなずっとフリースタイルバスケ界でトップに居続ける2人の神風、これ仙台で行うのすごいことですよ。本当に伝わるかな、これ本当にもういいね。ノック先行、神風高校で行きました。行きますよ、決勝発表。
るよ。Thank you.
ていう、みんなが協力もあって、お客さんが来てくれたのもあって、すごい盛り上がって、いいバトルが1回目できたと思います。森本さん、どうも、お疲れ様でした。皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。今日出場された皆様、お疲れ様でした。これをきっかけに東北第2回大会、第3回大会で続くようにね、ぜひボイボイ君に頑張ってもらいたいと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。ラジオ参加者に大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。フリースタイルバスケットボールだというと、これにて第1回終わりました。第2回あるかどうかは。それはやない。本当に今日はありがとうございました。まだフリースタイルはバスケットボールでもぜひ声かけてください。ありがとうございました。ありがとうございました。